はい、結構大胆なカットなんですけども、ずれにくくて柔らかくてすごく着心地がいいです。今度のオリンピックから新しいスポーツがね、増えてくるんですけど、特に、ボルダリングとかサーフィンとかスケートボードみたいな、そういうちょっとストレッチ素材がかなり活躍できるスポーツがかなり増えてくると思うんですよね。そういうところに向けてこの新しい素材もですね、拡散していきたいというふうに考えています。